ないの？来るはずだ。間に合いましたね。お久しぶりです、マグルマさんに工藤卑弥呼さん、そしてこの私、赤羽クロウト。面白いことになりそうだ。運び屋の世界ではいずれ劣らぬビッグネームを3人も雇って運ばせようというのですから、相当危険な代物なんでしょうね。中身には興味ないの。運び屋は依頼された場所まで運ぶ、それだけよ。仕事に私情を挟まないのがプロ。そうでしょ、ドクタージャッカル。もちろんその通りですよ、レディーポイズン。マグルマさん、ミスターノーブレーキと言われるあなたの腕、存分に発揮できるチャンスよ。止めておいたらすぐにレッカーで移動されちゃってさ、おかげで罰金でまたお金なくなっちゃった。かわいそう。夏美ちゃん、甘やかすことないぜ。自業自得というやつだ。そんな、だって俺はやめようって言ったのに。バンちゃんが自分だけいい子持って飯にありつこうとしてんのよ。こらごめん、バンちゃん、そんなつもりじゃ。お客さん、いらっしゃいませ。やっぱりここにいたわね、奪還屋。よかったな、お前ら。お得意様のお出ましだ。ご挨拶ね、ボール。その子は新顔？水木夏美です。こちらでアルバイトさせてもらってます。うん、そう。私、仲介屋のヘブ。よろしくね。仲介屋？依頼人とこいつらみたいな仕事する奴らとの間を取り持つの。でどこ行くのよ。いや、ちょっと用事を思い出してな。うん、残念なんだけど。あ、そう。せっかく仕事持ってきてあげたのに。お前の持ってくる仕事はろくなことねえんだよ。おまけに毎回仲介料踏んでくれやがって。前回すっごい危なかったんだよ。お金ほとんど入らなかったし。あら、兄ちゃん、私はいつもあなたたちならやれると思うから、やりがいのある仕事持ってきてあげてるのよ。どんどん仕事もあなたたちじゃなきゃダメなのねえ。助けると思った。ああ、そうなんだ。うん、ヘブンさんがそう言うなら。また、もっと騙されてんじゃねえ。報酬高いわよ。お金ないんでしょ。不景気はこのご時世、ちょっとない美味しい仕事なんだけどな。断っていいのかな。ヘブン様、お肩をお揉みいたしましょう。おや、こんなところに糸くずが。ほら銀次、お前もヘブン様のお口でも磨いて差し上げろ。バンちゃん、はあ、しばらくここでお待ちくださいませ。はい、どうぞお構いなく。驚いた？依頼人は大物政治家大滝春夫。スケールでかいわよ、今回の仕事は。もちろんギャラもね。うわー、高そうな鯉。あれ食べられんのかな。いい、座ってろ。お待たせしましたな。いえ、彼らが奪還屋ゲットバッカーズです。俺が御堂番、天野銀次です。ヘブンさんの話によると相当腕が立つとか。奪還成功率ほぼ 100%、 俺たちに取り返せないものはない。実に頼もしい。では依頼を引き受けてくださるか。そいつは話を聞いてからだ。
もっともじゃな。では早速。実は北海道のとある場所から大変重要な品を奪われてしまってな。犯人は分かっておる。わしの長年の政敵でな、一筋縄ではいかん男じゃ。現在その品は北海道から本州に運ばれ、この東京新宿に向かっておる。わしも意地にかけて取り戻そうと手を尽くしたが、ことごとく失敗。どうやら奴はスノーデの運び屋を雇ったらしい。運び屋？どんな厄介なものでも目的地が危険な場所だろうと、依頼された品を必ず届けるのを仕事にしている奴らさ。そいつらの正体は分かってるのか？それがまだなのよ。今ポールに頼んで調査中。分かり次第知らせるわ。もう君たちしかいないのじゃ。その品が新宿に到着する前に取り返してほしい。で、その肝心の品って何ですか？この箱に。中身は？そりゃ言えんが、プラチナに匹敵する価値のあるものとだけ言っておく。一応降りた。なんかうさんくさいもんね。ちょっと二人とも。200万円だぞ。さらにわしの力の及ぶ範囲なら都合をつけよう。マンションはどうじゃ？それとも高級車もつけようか？どうするバンちゃん。受けてもいい。そうか。ただし条件がある。200万もマンションもいらねえから、その荷物の10分の1を俺らに分けてくれ。なんじゃと？それが条件だ。嫌なら他を当たれや。どうよ？よかろう。その条件のもう。よし、この依頼ゲットバッカーズが確かに引き受けた。毎度あり。ちょっと、あんな条件でいいの？荷物の中身わかんないのに。別にいいだろうが。お前は現金で仲介料前払いだろ。後からよこせって言っても知らないわよ。いいいい。それより運び屋の情報が入ったらすぐに知らせろよ。分かってるわよ。ねえバンちゃん、本当に良かったの？どうせ引き受けんなら200万の方が良かったんじゃない？分かってねえな。あのじいさん最近見たことないか？あ、知らない。新聞ぐらい読め。ああ、そこに入ってる。あ、さっきのじいちゃん。北海道釧路沖の海底からロシア戦艦と思われる沈没船が引き上げられた。この戦艦には日露戦争当時相当額のプラチナが積まれていたとされ。プラチナ？あの金より高いらしい。俺らなんかには一生縁のない超ウルトラ貴金属の。そう。で、その沈没船を引き上げたのがさっきのジジイ。じゃあバンちゃん、まさかあの箱の中身は？プラチナに匹敵する価値も何も、プラチナそのものなんだよ。あれはあの箱いっぱいのプラチナの10分の1って一体いくらになるんだ？さあな、200や300万で済まねえことだけは確かだぜ。これで俺らの生活はしばらく安泰だな銀次。ああそうだねバンちゃん、これでウニやイクラ大トロだって食べ放題なんだよね。よっしゃ、目指せプラチナ少女。イエス少女。ほう、敵さんは奪還屋を雇いましたか。聞いたことがあります。新宿を拠点にしている奪還屋ゲットバッカーズ。いえいえ、心配には及びません。我々がついているのですから、ご安心を。クライアントの心配性にも困ったものですね。我々3人がいれば万に一つの失敗などありえないねえ、卑弥呼さん。さあどうかしら。油断しないことね、ジャッカル。今度の敵はただ者じゃないわ。お知り合いですか？危険よ、特にあの男御堂伴はね。
さて、ここで待ち伏せだ。大滝のジジイの情報じゃ、奴らはもうすぐここを通る。そしたら銀次、お前の出番だ。はーい、奴らが来たら俺の雷で踏切を動かしてトラックが止まった隙に乗り込むんです。ジャタジャタ、いや我ながら完璧な作戦だぜ。惚れ惚れするな。キンパンちゃんあってもいい。これでプラチナはいただきだね。てもう来てるじゃねえかよ。キジ、まだ準備が。いいから早くしろ。わかった。から逃げられると思うなよ。どうしてないよ。いた。この野郎、うちの転倒無償なめんなよ。なりゃ小さいが、中身は VMAX の 1200cc ツインカムの145馬力にイトロチューンで最高195馬力だぜ。キンパンちゃん、熱くなってるとこすみませんが。なんだよ、どんどん離されてるんですけど。しゃあねえな、やるか。ニトロ行くの。3分間だ。それ以上エンジンが持たねえ。追いついたら速攻荷台に飛び移れ。わかった。じゃあ行くぜ。よし行け行け行け。あれ、女の子キング。銀次、無事か？おじい、うん、おい、やめろ銀次。ほら、目を覚ませ。あれ、一体何があったの？バンちゃん！潰れろ！やっぱりノーブレーキ。危なくガードレール一直線ね。それでもブレーキ踏まないなんて。さすがミスターノーブレーキですよ。そうでなくて、このまま逃がすな。ねえバンちゃん、一体何があったの？俺どうしたのかな。ヒミコのポイズンパフュームにかかったんだよ、お前は。ヒミコ？7つのポイズンパフュームを使う厄介な女だ。お前がやられたのは、氷河で見つかった100万年前のエンジンの脳みそから作った耐火口だ。一息その香りを吸うだけで人を猿に退化させる。香水で？湖の水で洗い流されてなかったら、今頃お前は原始時代に逆戻りだ。でもバンちゃん、なんであの子のことをそんなに詳しいの？
んと銀次さん、お仕事頑張ってるかな。大丈夫、ああ見えても腕はいいんだから。ヘブ、まずいぞ。え、運び屋ってこいつだったの。ああ、今度ばかりは相手が悪い。あいつら無事ならいいんだが。だいぶ引き離したみたいね、マグリムさん。下りだからな、馬力の差もある。5、6分というところだ。それではすぐに追いつかれますよ。ジャッカル、他にも邪魔があるようです。ミスターノーブレーキとしては不本意でしょうが、止めてください。ジャッカル、私が行きます。ここから先は通行止めだ。積み荷を置いておとなしく迂回しろ。横取り屋ですね。残念ですがあなたたちの意に沿うことはできません。なぜなら私たちもプロですから。ヤバいやつなの。そうよ、赤羽クロード、通称ドクタージャッカル。その容赦ない冷酷さで運び屋業界最低最悪の嫌われ者よ。そんな。ジェイ、どう見ても格の違う相手だよ。なのにまるで人を傷つけるのを楽しんでるみたいに。ここまでやることないじゃんか。こんなの、こんなの許せない。飛ばすぜ銀次、こっからが本番だ。うん、教えてあげなきゃね。俺らゲットバッカーズは狙った獲物は絶対に逃がさないってことをね。あの程度の奴らにあそこまでする必要あるのかしら。武器を持っていましたからね。恐ろしくて過剰防衛してしまいました。来たぞ。さすが今売り出し中の奪還屋だ。邪眼の男御堂番と新宿最悪のキッズグループの元リーダー雷帝の天野銀次ですか。どうです、卑弥呼さん、ここは逃げてばかりではなく早めに始末をつけてしまっては。キスってこと。ご不満ですか。危険な目ほど早めに積んでおくべきだと思いますよ。それともそうできない理由で。マグルマさん、止めて。君子、いいぞ。